スタートしましたほぼ揃いました正面スタンド前の先行争いさあ押して押して4番ラインカリーナが出ていきますバグンの間から9番のレピアウィットがスーッとそれに並んでいってさらに10番のロードアクシスが迫ります そして先段へは外から13番ローズ・プリンスダム今ちょうど4番手につけて内から7番サンデー・ムーティ最内から5番のバレッティ後ーのインコースを進みますその外に12番のコンカラーがいってさらに16番のハヤヤッコストメからバグンの中には8番レッド・フレイ1コーナーです。 コーナーワーク4番のライン・カリーナ先手を取り切って2馬身半のリード9番レピアウィット2番手3番手10番ロード・アクシス4番手インコース5番のバレッティ5番手13番ローズ・プリンスダム直後に7番サンデー・ムーティエ向こう上面ですと12番コンから並んでいって内から2番のバスカビルさらに間には8番レッドフレイ4頭1段。 中段から後ろ外目に16番早、早いアッその外から14番、メイプルブラザー上がります2頭の後ろに15番のランホザ・ローゼ外から11番、ダノンテオ・テイオウ内から3番、マイネル・ユギツバキその後ろは2番シンサ1番のフィードバックは後方2番手を進んで3コーナーに向かいますそして今1頭かわして上がります最後方から1頭かわす6番のアッシェンプッテル3コーナーのカーブ残り600を通過前は固まってきましたがわずかに4番のライン・カリーナを捉えて 外から9番レピアウィットが先頭に立ちますさらに10番のロードアクシス5枠両頭が抜けていって400を通過その直後に接近する5番のバレッティ4コーナーオカーブ直線へロードアクシスが先頭か内田はレピアウィットその2頭の外に出して5番のバレッティを追ってくるそしてその後ろからは8番のレッドフレイさらには14番のメイプルブラザーハイアックは内から外から6番のアッシェンプテルあと 100m 内から9番レピアウィット 2番手10番ロードアクシスバレッティにアッシュンプッテル接近レピアウィットゴールイン2番手10番ロードアクシス3番手最後2頭。